山形市立高富中学校は岐阜県山形市にある公立中学校である。生徒会役員は3月に前期、9月に後期の役員が選出される。役員選出直後は引き継ぎも兼ねて、全校期協力して学校運営に当たる。各クラスで4月に前期、10月に後期の委員会、係り会の人員が決められる。 部活動は毎日の朝練と日、金の放課後の部活動の時間。夜、土日に高富、スポーツクラブの活動がある。高府中学校は TSC と連携して部活動の指導を行っており、夜、土日は TSC が主体となっている。文化系は管理棟の特別教室を主体として部活動を行っている。運動系は中学校グラウンド、中学校体育館。 中学校体育館横の山形市総合運動場を主体として部活動を行っている。2005年10月に新校舎が完成した。翌月より生徒は新校舎に移った。この工事にはおよそ21億円がかけられた。校舎は主に教室棟、管理棟、給食棟に分かれている。教室棟と管理棟 給食棟は2.3階のあたり、廊下でつながっている。基本的に屋上には出られないが、給食棟の屋上は巨大テラスとなっており、休み時間などに利用できる。教室棟は4階建て、管理棟は3階建て、給食棟は1階建てとなっている。教室棟には、教室等生活の大半を過ごす部屋がある。管理棟には、職員室や校長室などや、 理科室や音楽室など特別教室がある。グラウンドも整備し直され、プールも新しく作られた。ベンチのある中庭や駐輪場も設置されている。甲府中学校は1971年に甲府中学校と大桜中学校を統合し、新設された中学校である。ここでは統合前に甲府中学校についても記述する。以前、 卒業式で諸事情により、時間短縮が求められた際、2番を飛ばして歌ったことを発端としている。生徒会選挙の2ヶ月前になると、議会の中で選挙管理委員会が立ち上げられる。TSC が活動を行っていない、主の部活動については、これの対象外であるプールは道を渡った向かいに作られたので、プールとテラスや中庭をつなぐ歩道橋が作られた。 研修先は、1年生は、びわ子、2年生は、篠島、じ3年生は、東京。教育週間には、授業参観が行われたり、進路、説明会が行われたりする。全クラスが合唱を行う。全クラス合唱後、吹奏楽部による演奏が行われる。現、高富中央公民館の敷地。ありがとうございます。